さあ始まりました、インフェルノタワー VS ジャイアントというか時間ということでですね、このようにインフェルノタワー VS ジャイアントということで、マルチインフェルノタワーとジャイアントがずっと戦っている状態でございます。あのですね、インフェルノタワーっていうのはやはり燃料を補給しながら戦う、防衛施設なんですけれども、そちらはですねやはり何秒間何分間、もうずっとねこの光線といいますか、このインフェルノをね発射できているのかというのをですね検証してみたくこの動画を撮っております。これはね地味な戦いですよ。私もですねやってて寂しくなりましたね。さすがにジャイアント出してる時の私の心境わかる方多分いないですよね。はい、もう本当にね10みたい、お今鳴りましたね。今これ後付けなんですけどね、完全に。さあそしてシングルでもやってみようということでやってみました。まあシングルはね比較的やっぱりそんな変わんないのかなと思ったんですけれども、今回先に言ってしまうとですね、インフェルノタワーシングルの方が長い時間、そんなんでしょうね、ジュンジュンできましたね。なんかあるんでしょうかね、それはその残りの燃料とかの問題もあるので、多分このねこの実験結果がまあね本当だとは、本当というか超明確な実験結果じゃないかなと思いますので、ぜひともですね参考にしないでいただきたい。参考にしないでいただきたい。